アコウダイは、カサゴモク、フサカサゴカに属する、海水魚。単にアコウとも呼ばれる。別名、アコ、アコウ、メヌケ。水深500から700メートルの深い海に生息するため、釣り上げられた時、水圧の急激な変化により目が飛び出すことから、目が抜け出るという意味で目抜けの名がある。体長50センチメートルほど、体色は鮮やかな赤色で、若縄背に五色の暗色斑がある。 同じメバル族の他の目抜ける糸は眼下下に棘があることと頭の背面に三畳の暗色体がないことで区別できる。背びれの棘は13本。太平洋側では青森県から高知県沖に、日本海側では新潟県から山口県沖に分布するが特に相模湾や駿河湾に多い大陸方の縁の水深500から700メートルの岩礁域に生息する。 エビ、イカ、他の小型魚類などを捕食する12月から4月にかけてが繁殖期で、その頃に水深200メートルほどの場所まで上がってきて10万から30万個の卵をメスの体内で孵化させる卵体制。孵化直後の幼魚は約4ミリメートル。目抜き、赤魚。本種はすでに江戸時代以前から知られており、大和本草、強化不死。 本調食感などの書物に記述がある。そのいずれもが、本種の赤い退色について記述している。繁殖期は12から4月であり、その頃に魚期となる。巨峰は、深海ハイナワや深海釣りで、一つの仕掛けに十数本の枝針をつけた、深海用の大型リールや銅図木ザを用いる。餌は、イカやサバなどの短冊を使う。一本の竿に次々と針の数だけ本種がかかる、様子を、 赤ウの提灯行列という、伊豆大島では、海に椿が咲くと表現することもある。赤魚の天ぷらの握り本種は、昔から赤魚の名で流通しており、刺身、洗い、味噌漬け、かす漬け、塩焼き、煮付け、ワンダネなどに幅広く利用されている。また、東京近辺ではアラを汁に仕立てた赤獣という料理もある。マダイの代わりに周期に利用することもある。 かつてはタイやタラの代用としても使われていたが、近年では漁獲量が激減し、高級魚となっている。また、市場で赤オと称して売られているのは近煙のアラスカメ抜けや大西洋赤オであることが多い。また、赤オを標準和名とするのは、ハぜかの別種である。なお、関西地方では、キジハタのことをアコウと呼ぶ、アコウ代として、 安価に売られる加工品には大容量が使われることが多い。バラメ抜け、幼サナアラスカメ抜けなどは切り身にするとアコーダイと見た目と味が似ていて判別は困難である。ウィキメディアコモンズにはアコーダイに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。